大谷翔平の114試合で40本塁打 &15 盗塁は史上最速。しかしエンゼルスはなおえ大炎上の守護神が本音を吐露。エンゼルスの大谷翔平選手は8月7日敵地ジャイアンツ戦に2番 DH で先発出場。第1打席からヒットを放つと今季15個目の盗塁に成功。第3打席にも逆転の起点となるツーベースヒットを放ち、4打数2安打1盗塁と奮闘しますが、3対8でエンゼルスが敗北を喫しています。大谷選手は1回ワンアウトの第1打席、今季9勝を挙げているウェブ投手と初対戦。フルカウントから外角のチェンジアップを鋭く弾き返し、センター前ヒットを放ちます。その後4番ムスタカス選手の打席で今季15個目の盗塁に成功。第3打席は2球で追い込まれながらも、外角低めのボール気味のチェンジアップを巧みに打ち返すと、快速を飛ばして今季19本目のツーベースヒットとし、4試合ぶりのマルチ安打を達成。続く5番クロン選手のタイムリーヒットで同点のホームイン。その後モニアック選手のタイムリーでクロン選手も生還し、逆転に成功します。守備でも1点リードで迎えた8回にセンターのモニアック選手がピーダーソン選手の大飛球をホームランキャッチする好プレーを見せるなど、勝ちへの気迫を見せました。しかし3対2とリードして迎えた9回表、守護神のエステベス投手がジャイアンツ打線に捕まり一挙に4点を献上。エステベス投手に代わって登板したループ投手も抑えることができず2失点とビッグイニングとなり、3対8でチームは敗北。これで今季ワーストの7連敗となりました。エンゼルスのプレーオフ進出についてサム・ブラム記者は、ファングラフズによるとトレード期限時点でエンゼルスがプレーオフに進出する確率は 19.5% だったが、エンゼルスの現時点での出場確率は 1.4%、 まだ1週間しか経っていないとツイート。数字上もエンゼルスのプレーオフ進出は厳しい状況となっています。ネット上では、この監督はポストに行くなと誰かに指示されてるのか、最終回までいい試合運びしてたし、モニアックのスーパーキャッチがあったりして、完全に流れはエンゼルスだったのに、最後の最後に試合を叩き壊した挙句に選手の士気すら破壊したいのだとしか思えない采配。球団幹部は今からでも監督コーチを入れ替えるべき。試合後、1点を見つめ放心状態のドルーリーがベンチに残っていた。ああいう気合の入った選手ほど今日の敗戦は悔しいだろう。もちろん大谷も。エステベスは功労者だし、日本びいきのいい男だが、去年までロイヤルズにいたこともあり、少なくとも SF 戦に投げさせるのはもうやめよう。大谷は走塁でチームを鼓舞した。最後の打席もいい感じで打球が上がり、調子は悪くなかった。大谷以外で打って走れる選手がもう一人いたらな。母校花巻東の勝利の勢いで勝ってほしかったが、今のエンゼルスが勝利するのは難しそうだ。一度プレーオフのことは忘れて、まず1勝してほしい。大谷は今シーズンはエンゼルスにいるしかないのだから。エンゼルスはウェブを捨ててループを残した。エンゼルスの2023は終わりました。まだ50試合あるとネビンは言った。この意識だから負けるのだろう。ワイルドカードを争うチームは加速していく。エンゼルスは20連勝くらいしないと無理なのは承知のはずと、チームへ厳しい意見が多く上がっていました。前半戦好調だったエステベス投手ですが、4日のマリナーズ戦でも逆転満塁弾を浴びるなど大炎上して迎えた今試合、続けざまの逆転劇に降板後に悔しさをにじませる姿が映っていました。エステベス投手に関してネビン監督は、エスティはここ最近よく登板していた。彼は疲れている。仕事量は多いが、僅差の試合はこういう使い方になる。私は彼に寄り添っている。彼は私たちと同様に傷ついている。でもシーズンを通して私たちの抑えだ。カルロス・エステベスが抑えでなければこの話すら上がらない。彼が自信を失ったとは思わないと、エステベス投手への変わらぬ信頼を見せると、寝て明日も戦うだけだ、前言ったことと同じだと厳しい表情で語りました。エステベス投手は試合後、今日相手の打線がかなり良かった。いい球は投げられていたと思う。でももっと良くならなければならない。負けるのは誰も好きじゃない。前を向いて戦い続けなくてはいけないと
と悔しい思いをにじませました。今日も MLB 史上初の記録を打ち立てた大谷選手、しかしチームの連敗が止まらないこの状況にファンから驚きの発言が飛び出し話題となっています。また大谷選手に対してある人物がした驚きの提言が大きな注目を集めています。気になる中身を見ていきましょう。大谷翔平の敬遠拒否、歩かせることは嫌い、マグン24歳が挑んだ真っ向勝負。ホームランキングを独走する二刀流大谷選手に真っ向勝負を挑んだ若手投手に注目が集まっています。今季メジャーデビューを果たしたマリナーズの24歳の右腕ブライス・ミラー投手は日本時間7日エンゼルス戦に先発し5回1失点10奪三振と好投を見せました。初対戦の大谷選手とは3打数1安打2三振、果敢にストライクを投じ勝負に出ました。第1打席は大谷選手に軍配が上がり、マリナーズ1点リードの初回ワンアウト、甘く入ったフォーシームをセンター前に鋭く弾き返されると、そこから3連打を浴び同点を許しますが、2回以降は修正、3回5回はともに内角低めへの落ちるスライダーで空振り三振を奪います。報道陣から今年一番のスライダーかと問われ、ミラー投手は嬉しそうにうなずくと、投げないといけない場所に投げることができた、低めにストライクからボールになる球を投げることができればいい結果になる、スライダーの制球はここ1週間の目標だったと語りました。大谷選手はここまで両リーグ最多の14個の敬遠を受けていて、4日の同カードでは2アウト走者なしの状態から歩かされるというまさに異常事態。しかしミラー投手はリーグ全体で彼との勝負を避ける傾向があるけど、僕は勝負をしたいと思っていた、どんな相手でも歩かせることが嫌いだと強気の姿勢。リーグ最強のホームランキング、大谷選手との初勝負は好結果に終わり、三振を奪えて気分がいいと笑顔で答えました。ネット上では素晴らしいピッチングだった、何より正々堂々と勝負したのが素晴らしい、ミラーに限らず4連戦で大谷と勝負したマリナーズの投手に賛辞を送りたい、勝負を避けたブルージェイスの監督、監督に指示したチャップマンには見習ってもらいたい、大谷選手が打席に出ればかなりの確率で打つしホームランも狙ってくる、この若さでそんな強敵相手に真っ向勝負は偉い、エンゼルスの敗因は相変わらず得点圏打率の低さですが、強すぎる大谷選手に頼りきりの監督にも問題があると思う。マリナーズは大谷に真っ向勝負、かえってそれが勝利につながったように思う、大谷選手という大きな壁によく立ち向かったよね、ホームランを量産されてもおかしくないのに、どちらにしても敬遠が減れば大谷選手が打ってエンゼルスが巻き返す可能性も高くなると、ミラー投手やマリナーズへの称賛が多く上がりました。そんな大谷選手のプレーオフ進出には大きな壁が立ちはだかっています。大谷翔平のプレーオフ進出は崖っぷちか、エンゼルスはワイルドカード圏内に7ゲーム差、ボーダー90勝には残り34勝15敗ペースが必要、マリナーズに同一カードの連戦を全勝するスイープを許し、8月は勝ち星なしの6連敗、貯金がなくなり借金生活となったエンゼルス、これにより日本中のファンが熱望する大谷のプレーオフ出場はかなり厳しい状況となっています。ワールドシリーズ制覇を目指すプレーオフには両リーグ30球団中合計12チーム両リーグ6チームずつが進出できますが、7日現在ア・リーグ西地区で4位、ワイルドカード順位7位のエンゼルスはア・リーグのワイルドカード順位で現在3位のブルージェイズとは7ゲーム差、プレーオフ進出のボーダーとされる90勝に到達するには残り49試合で34勝が必要という厳しい状況です。つまり多くのファンが望むプレーオフ進出を果たすには7割近いハイペースで勝ち星を重ねる必要があります。崖っぷちとなった今、エンゼルスが上昇するには大谷選手だけでなくチーム全員の活躍が絶対的に不可欠となります。ネット上では大谷選手がいなければ今のエンゼルスにプレーオフ進出はありえない、でも大谷選手の才能を今のエンゼルスで使い切ったらダメだと思うし、
もう二度と現れないだろう超スーパースターの大谷選手はエンゼルスの所有物ではない。これから100年先まで語り継がれる存在なんだから。本人も言っていたように、いつかはマウンドを降りる日がやってくる。時間は有限だ。疲れ切った大谷選手にさえ他のチームメイトはかなわない。そして大谷選手というスーパースター一人に頼るチームでは勝てない。今はトラウト選手もいないし、ネビン監督、最強の男の時間をこれから1秒でも無駄遣いしないでくれと、勝てないエンゼルスへの嘆きと大谷選手への熱いエールであふれていました。しかし応援を続けるファンとは反対に、連敗続きのエンゼルスに嫌気がさして離れていくファンもいるようです。泥沼え軍の急停止に終わったかな。大谷翔平がいてもファン呆然、バイバイ。トレード期限後から続く連敗にファンからは、これでプレーオフ絶望やん、さよならバイバイ、エンゼルス何やってんのなど嘆きの声が上がっています。そもそも大谷選手が投打二刀流で躍動してもチームの浮上は厳しくなっており、前日のマリナーズ戦でもチームは延長戦を落としています。これで今季ワーストタイの6連敗となり、2014年以来のプレーオフ進出が遠のく今回の敗戦には、現実的に見ても無理ゲーだな、負けまくりだななど、ファンも呆然の結果に終わっています。ネット上では、不謹慎かもしれないけど自分は良かったと思ってるよ、このチームにいたら大谷選手の夢なんて叶うわけないからね、もう味噌汁も間近で二刀流で活躍できる絶頂期を無駄にしない選択をしてくれることを願っています。運も実力のうちとは言うけれど、果たして奇跡は起きるのだろうか。極限まで自分を追い込んでチームに貢献しようとする彼を見てるから、もう応援するしかない。 WBC の頃は野球に夢を持たせてくれる大谷選手の活躍で、その後のエンゼルスの仲間たちとのやり取りも微笑ましく、子供たちが野球やってみたいと感じるものだったと思います。もう一度ファンのみんなに夢と奇跡を見せてください。これがエンゼルスの実力だと思う。マリナーズとの4連戦でも投手力含めて総合力が違う。各々の打者の野球 IQ も違うというか、ランナーを返すバッティングの違い。エンゼルスの各打者はランナーを置いても振り回すだけの打者が多い。大谷は例年6月がピークを迎え、その後は下降線をたどるバッティングになる。最近はカウントを追い込まれると 100% 近い確率で三振である。ボール球を見送る余裕を失ってる。これは一向に修正できない大谷の大きな課題だと思うと、エンゼルスへの失望の声が多く上がっていました。プレーオフが絶望的な状況となった今、大谷選手に対して米紙から驚きの提言が届きました。スポイラ紙が緊急提言、大谷に必要なのは休養と勝利に貢献しようとする重圧の軽減。マリナーズに敗北を喫し6連敗となっている中、米紙スポーツイラストレーテッドは、大谷翔平の肉体的な問題を心苦しく思っている。疲労でボロボロだが、休みたくないのはチームが必要としているからだ、とのタイトルで懸念を報道。大谷翔平は痙攣で緊急降板を強いられた。エンゼルスが勝利する可能性のためには彼が必要なことを分かっており、試合を降板しなければいけないその心境も心苦しく思っている、と大谷選手にねぎらいの言葉をかけました。また仮にエンゼルスがもっといいチームならば、大谷がチームの勝利に対して感じる責任はもう少し軽くなるだろう。ワイルドカードによるポストシーズン進出を目指し、エンゼルスはトレード期限までに放出せず買い手となった。だがそれが実現する可能性は低い。29歳の大谷に必要なのは、もっと多くの欠場による休養とチームの勝利に貢献しようとするプレッシャーの軽減だ、とコメント。大谷選手は3日のマリナーズ戦にリアル二刀流で出場したものの、右手中指の痙攣により4回で緊急降板。直近1週間で3度目の疲労蓄積による痙攣となり、大谷選手自身も、結果的にこういう形になってしまって申し訳ないという感じ。みんないっぱいいっぱいでプレーしている。休める試合はない、と苦しい胸の内を明かしていました。ネット上では、
エンゼルスは本気で勝負に来ているから、何ゲーム差つけられようがプレーオフを諦める判断をすることは容易ではない。そしてまだ諦めないのならば、だからこそ大谷選手を休ませてほしい。このマリナーズとの4連戦は明らかに疲労困憊で、打撃ですら本調子とは程遠かった。6ゲーム差ついた今こそ仕切り直しの意味も兼ねて休養すれば、またゴッド大谷さんが戻ってくる。モレノオーナーは史上最高の選手をトレードに出さなかったことで歴史的な汚名を避けたつもりでいるようだけど、史上最高の選手をサポートする方が大事に決まっている。勝利に貢献したい、頑張り続ける大谷選手には今こそチームからのサポートが必要だ。投手が一番体への負担が大きいポジションなので、せめて登板間隔だけでも長くしてほしい。モレノは史上最高の選手をトレードに出さなかったことで歴史的な汚名を避けたつもりでいるようだけど、史上最高の選手を意味のない消化試合で壊すことがないように、 GM や監督も含めてサポートしていただきたいと、大谷選手の体を心配する声であふれていました。プレーオフ進出は厳しい状況となりましたが、買い手となったエンゼルスには諦めるという選択肢はありません。これからの試合にどのように挑んでいくのか、今後もエンゼルスと大谷選手から目が離せませんね。